ゆっくりと足幅を開いたチャイルドポーズで前に倒れていきます。股関節や腰回りが伸びている感覚を感じていきましょう。吐く息ごとに体の表面の力が抜けて、上半身が緩んでいきます。ねじったチャイルドポーズです。左の脇の下に右の手を差し込んで、左の胸を上に向けて開き、余裕がある方は左の手のひらをその右の太ももの付け根あたりにかけていきます。右の肩関節、二の腕、そして左の胸が広がっていく感覚を感じていきましょう。上半身の余分な力に気づいたら、吐く息に合わせて解き放ちます。特に首の付け根、肩で力が入っているところに気づいたら、ゆっくりと息を吐いて緊張を緩めていきます。一息息を吐いたら、ゆっくりと吸う息で上体を起こし、手で床を押して一息吐いて、今度は反対側のねじった子供のポーズ。右の脇の下に左の手を差し込んで、ゆっくり右の手を上に向けて伸ばします。左の肩を床に、左の耳を床に、右の胸を開きながら、右の手で左の太もものあたり、足の付け根のあたりにぐるっと、余裕がある方は回します。そして自然に繰り返されている呼吸を観察していきます。空気が体の中に入ってくる感覚、空気が体の外へと出ていく感覚、今この瞬間の体と呼吸の感覚をマインドフルに味わっていきましょう。ゆっくりと一息息を吐いたら、手で床を押して上体を起こして、子供のポーズでリラックスします。ゆっくりと上体を起こして、クォーターDog、
右の手のひらを前に向けて伸ばしていき、左の手はおでこでもそれ以外の位置でも構いません。右の脇を床の方に近づけていきます。手のひらは床についてもチョップにしても構いません。右の足はだいたい90度ぐらいです。右の膝の位置と右の手の位置を調整しながら心地のいい刺激を味わっていきます。この実践で大切なことは気づくことです。心が未来や過去にさまよったら、また今この瞬間の体と呼吸の感覚に意識のスポットライトを当てていきます。今体のどのあたりが伸びてどんな呼吸をしているのか自覚しています。ゆっくりと上体を起こして四つん這いになります。一息吐いたら今度は左の手を前の方に伸ばして、右の手は肘を床に、あるいはおでこをその手の甲に重ねてもいいです。左の手のひら小指をチョップにしてみたり、あるいは左の膝を少し遠ざけてみたりしながら、左の脇腹肋骨の間の筋肉の広がり、伸びる感覚を感じ、微調整していきます。体のどのあたりにどんな感覚があるのか、気づいています。ゆっくりと一息息を吐いて、手で床を押しながら上体を起こし、今度は左右の手のひらを前に伸ばしていきます。余裕がある方は顎を床に、胸を床の方に近づいていきます。腹圧で腰を守りながら左右の脇が伸びています。首や腰が痛い方は無理をせず、おでこを床に、手で突っ張りながら脇とそして腰を伸ばしていきます。胸が広がっていく感覚を呼吸を通して観察していきましょう。
手で床を感じながら上体を起こし、四つん這いになって子供のポーズでリラックスします。今度は手のひらを頭の上で合掌した子供のポーズ。頭の上で手と手を合わせ、肘を耳の近くに少し近づけたり遠ざけたりしながら、二の腕や肩関節の伸びを感じていきます。余裕がある方は膝を立てたり、あるいは肘、二の腕の下にクッション、ボルスターなどを置いても構いません。自分にとってちょうどいいところを探り、その感覚をあるがまま観察していきます。ゆっくりと手を楽な位置にチャイルドポーズでくつろぎます。そこから手で床を押しながら四つん這いになります。うさぎのポーズです。頭のてっぺんをその手と手の間に下ろしていきます。頭頂にあるツボを床で刺激します。手のひらは頭の横でも、あるいは手のひらと手のひらを組んで手枕を作って後頭部をサポートしてもいいです。頭頂のツボを床で押して刺激する、あるいは少し体の向きを変えながら後頭部の後ろ、首の後ろ側を繊細に伸ばしていく、または余裕がある方は手のひらと手のひらを頭の上でまるでウサギの耳のように手と手を合わせて伸ばしていっても構いません。ただし首や肩が痛い方は無理をせず手を楽な位置に置いてください。ゆっくりと手を握っている方は離して、頭の横に手を置いて子供のポーズで一息吐きます。ゆっくりと仰向けになります。背中を床にして一度両膝を抱き寄せて、おでこと膝を近づけてぎゅーっとハグしていきます。一息息を吐いたらゆっくりと頭を床に、両足を縦膝にして、左右の手のひらを体側に、足は腰幅に開き、お尻を一度床につけて一息息を吐いたら吸う息でお尻を持ち上げて、腰を持ち上げて、肩に体重が乗ったら、さらに余裕がある方は手のひらと手のひらを近づけて胸を開いていきます。
両足で大地を踏みしめ、肋骨を大きく開き、喉と首の力を抜いて、今この瞬間の体の感覚をマインドフルに観察していきましょう。もう一息息を吸って、吐く息でゆっくり手を離し、腰を一つ一つ下ろし、両膝を抱き寄せながら、はぁ、足を縦膝にして、左右の手で手枕を作って首の後ろのストレッチ、首を右斜め前の方に向けて伸ばし、左の首筋を伸ばします。今度は反対です。左側に首を傾け、右の首筋を伸ばします。そして今度は前、首と手で少し押し合いするようなイメージで首の付け根をストレッチします。ゆっくりと一息吐いて、頭を下ろし、一度両膝を抱き寄せてから、おでこと膝を近づけて赤ちゃんのポーズ。ゆっくりと頭を下ろし、力を抜いてリラックス。吸う息で体の前面が大きく広がって、吐く息では表面の緊張が緩み、布団やマットに沈み込んでいきます。吸う息で体が大きく広がって、吐く息で余分な力が抜けて地面に沈み込んでいきます。息を吐くごとに心と体が安定し、リラックスが深まっていきます。好きなだけこの気持ちのいい呼吸を味わっていきましょう。